安田愛は、東京都国立出身の元 NFL、サンフランシスコフォーナイナーズのチアリーダー。5歳の時から、モダンバレーを習い、目白学園高等学校でチアリーディングを始めた。目白大学短期大学部に進学、チアリーダー団体日本一となった。短大卒業後にスポーツクラブに就職、半年後に X リーグチーム、 日産プリンススカイライナーズを持つ日産プリンスに転職し昼間は OL の仕事を行い夜にはチアリーダーの練習を行うようになった。その後 NFL オンツアーで来日した現役 NFL チアリーダーに刺激を受けた。来日したチアリーダーがサンフランシスコ 49ers のチアリーダーゴールドラッシュのメンバーだったことからゴールドラッシュのオーディションに 挑戦2001年から2003年まで3年連続合格し2002年に大阪ドームで行われたアメリカンボールにメンバーとして来日した2001年には同じく合格した杉谷都子と2人でアパートで共同生活をして生活した2004年ハワイで行われたプロボールに日本人チアリーダーとして初出場した現在 リーボックのフィットネスアドバイサリーも行っている。ジョン・マッテンが監修している家庭用 NFL ゲームマッテン NFL スーパーボール2005に実名で出演している。2010年に行われた NFL フェスティバル2010のキッズチアンドダンスチャレンジの審査委員長を務めた。ありがとうございます。